Okay. Oye, me ha con una canción, ¿cómo es? いや、生ではあんまり食べないから。スパイクここでは生で食べるらしいけど、ちょっと固めなだけでしょ。おいしい。茹でてる色だから茹でてる。弾力があるって。手で食べちゃおう。いつも適当にやってるからさ、時間とか。うん。未来のサーモンすごい少なくない？うん。見てレオナ。大量。2、3倍ぐらい入ってる。ちょうどいいじゃん。なになに？耳鼻科に通院中じゃないですね。耳の掃除してきてくださいっていつも言われるけどさ、してもさ、引っかかるんだけど。うん。なんか耳の掃除が汚いですみたいな。よく書かれるでしょ。うんうん。やってるけどね。病院でやってもらってないとか、ね、未来で病院でやってもらったことないよね。未来だけさ、病院で耳掃除してもらったことなくないの？ないの？うん。ある？うん。あったっけ？うん。でもそんなん超すっごいちっちゃい時でしょ？うん。それは、通院してないから出さなくていいんだよね。あら、持ちた。うん！そう。ママ見よ。斜めにしすぎて。何誰？レオ。ママ。そんなにたくさん。レオ。拭いてティッシュ自分で。レオが斜めにこうやってしすぎてポロッとやっちゃう。サラダの汁。うん？サラダの麺。麺？それ食べないよね。それ食べれるでしょレオ。マヨネーズ拭いて。で。え？あななのところ見えます。運動会2人までしか見に行けないの、うん、どうすんのそれどうすんの残り、うん、そんな運動会だったのどうしよう僕たちがどうしよう母とレオ行くだってレオ来年学校だから見といた方がよくないこういうことやるんだよってそうだったのまさかそれはないと思ったけどじゃあ水だと思ったもんだえ水だと思ったもん父と母いったら子供3人どうするのって感じですねうんだからそうなのマジかどうしようそれは想定外僕行く僕見た方がいいよね来年学校だもんじゃあレオと母で行くか。でも父がナナとモモの世話をするっていうのも心配なんだけどね。うんうん、どうせスマホおじさんだよ。うん。うん。うん。あもうナナのとちゃった。ナナのとちゃった。うん。レオのさ、水汁みたい。ん？何？味噌汁事件。味噌汁事件？いや、味噌汁事件ね、昨日ね、夢に出てきた味噌汁じゃないんだけど、ソフトクリーム事件になってたけど、なんかわかんない。全然ね、なんか外食のこととか一切考えてないのに、普通に寝ただけだったのに、なんか朝方ね、なんかソフトクリームご飯食べに行って、なんか母がなんかソフトクリームだらけになるような夢を見て、すっごい嫌だったんだよね。もう朝起きたらヘトヘトでね、また寝たのに疲れたって。ナナが味噌汁事件の話をしたからなんか変なふうになってソフトクリーム好きだからソフトクリームに変わっちゃって出てきたんだろうね変な夢ブシューみたいな噴水みたいになってソフトクリームが全部歯にかかるみたいな変な夢見てだからもう味噌汁事件のこと言わないでまた夢に出てくるからそういうの見たら疲れるのねなんか怖い夢とか見たら疲れたりしないですか、うんねうん、楽しい夢だったらいいんだけどすっごい疲れて僕の方は前めっちゃ荒れてたよ疲れたそう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 前めっちゃ疲れたよねえ、うん、もう面白いな夢7もん7も疲れたよ、うん、そういうこと考えて
寝たらな、わかるけどさ、一切考えてないのにさ、脳がそうやって覚えてんだろうね、勝手にね、話作っちゃって。脳って変だよね。ね、不思議だよね。普段と登校時間が異なります。あ、ちょっと遅いのね。はいはいはい。閉会式終了後、あ、11時40分下校だ。ちょっと早いね。うん。まあ、ピアノは行けないけど。うん。2年生はお迎えが必要ですけど、4年生は迎えに来なくていいのね。どうしよう、これは家族会議だわ。会議、そこまで。いや、だってどうする？未来はどう思う？母と大丈夫と思う。父と七もどうする？ねえ、行く？母、いや違う、父入れよ。父だよ。父写真撮ってきてくれるかな。まあ、写真なくてもいいんだけどね。あの踊りのやつ1枚ぐらいあったらいいかな。踊ってなくてもいいけどさ、あの鈴つけて作ったセンス写してってぐらいでね。うん、あと司会のとか。司会？あなた司会やるの？司会？あのテテロリー食器食器で運動会の司会するの。あれ聞いてなかった？聞いてない。忘れてたのか。それ全校長会の話じゃない？中学校の運動会の話なの？なんかまたさ、いや全校長会の他にも、その全校長会の2日後にもっちゃん足りるそれあるの。でもさすがに運動会のやつは収録じゃないでしょ、録音しないで生でしょ。うん、うん、生。みんな母そういうの喋るの好きなんだけど、ヒッキーもいつも言ってて、ヒッキー放送局だったからそういうの喋ってたやつ。あれ今の私の兄ちゃんって感じでちょっと嬉しくて。なになになに、あー開会式とかやらないの。いいいいいい、毎年やらなくていいさ。うん、開会式ってさ、入場とかさいらないでしょ。幼稚園はさまだ歩く練習とかさ上手にできないから、その練習のためにいいと思うんだ。あの並んで歩いてもさ離れちゃったりとかするし、幼稚園はね、だからいいと思うけど、小学校はさ別に入場とかさ、なんかなんとかなんとか赤組みたいな、ああいうのいらないでしょ。ラジオ体操した方がいいけど、ラジオ体操やるのか。うん、やるよ。開会式は行わない。あれ、じゃあないの。え、開会式も行わないけど、ラジオ体操やらないとわかるじゃないよ。もしかしたら教室やってくるかも。違う違う、ラジオ体操はやるの。やるの。うん、でも入場、雨の日じゃないのそれって。雨の日、開会式を始めますって私言うんだよ。でも開会式、入場行進は行わない。だから入場して入ってくるからね、密になってあれば何でしょう。だからラジオ体操するんじゃない。あれ、開会式やるんじゃないの。一応開会式って名前はあるんじゃない。でも入場とかしないで短い大事なことだけラジオ体操とかささっと終わるんじゃない。これから第28回大運動会の開会式を始めますって私が言うのさ。そういうふうに明るく言ってね。とっても今の明るくてよかったよ。そういう感じで言ってね。ね、そこはいいんだ。校長先生からの話ですね。校長先生のお話を。あ、大丈夫だ。幼稚園に入っていない子は含まないって2名のやつ。よかった。修学時は含まないんだから大人2名ってことね。だから父と母で2名。あ、そういうこと。うん、大人は2人しかダメだけど、そうそうそう、子供は。子供ってか幼稚園、学校に入ってない子は、じゃあ中学生とかダメなんじゃない？うん、書いてないよ。未就学時は含まないとか。よかった。よかった。どうしようかと思ってよ。ちゃんと言われたらそうだわ。うん。よかった。めんどくさいこれ。して。シート引いたら1メートルの間隔を空けるために紐を用意しますので測ってくださいだって。めんどくさ。何それ、1メートル測ったってかかるものはかかるの。だいたい1メートルかかるだけだね。1メートルってわかんないんですけどって文句言う人いたら困るから、紐1メートルにきっとかかるフレを、ね、使って長さを測ってくださいと。
1メートルぴったりじゃないんですけど。シートの大きさも大体150センチくらいにしてください。最大でも180センチ以内って。うちのやつどうかな、180センチ以上ありそうだな、大きいから。雨の中の運動会あったよね。ね、うん、幼稚園の頃と小学校の頃の一回、うん、運動会って全然いいイメージないよね。未来の未来の運動会はえ、どういうこと？すっごい寒いとか、すっごい雨降ってるとか、そんなばっかりだよね、未来のね。うんうん、幼稚園の、七もレオはね、別に全然大丈夫。晴れとかさ、そう、曇りでちょうどよかったわ、みたいな、いつもね。うんうん、暑すぎず、寒すぎず。私はさ、雨でさ、寒いしさ、台風みたいなね。うんうんうん、あ、雨降ってきた。別に未来が悪いわけじゃない、学校みんなのさ。うん、あ、私の幼稚園の頃に、雨の中の運動会って言ったの。あ、今日雨降ってたからね。ちょっと待って、これさ、父さ、あれ、あ、父さ、あ、まあ、いいか、仕事休み変わっても昼ぐらいまで起きてるって言ったのね。ははい、あのさ、ちょっと雨だったよね。あ、見て、そうそう、降ってた、うん、バー顔出して落ちるよ。そう、雨、うん、母、これ落ちる。母が寝てたから。あ、わかんない、母が寝てたからか、うん、わかんない。今日からワカメをちょっと大きくしました。あのね、劇やってる時にね、ザーッてやった。台風だったよね。ねえ、みだ。知れません。書いてないから、雨になりそうな時のどれぐらい短縮されてるのかが分かりません。私は、まあ、開会式などは分かるけど、開会式、かけっこ、各学年するでしょ、で、表現やでしょ、で、閉会式が雨になりそうな、やばい時。そうじゃない時は普通は何するんだろう。それしかなくない、競技なんでしょう、よく分からない。でもさ、私ね、開会式の内容は分かるんだけどさ、内容、でも別に内容じゃないし、全体の流れってことだ。欲しいな、私もらおうかな、印刷してくださいって。でも、もうすぐもらうんじゃない、ほら、なんかいつたかにプログラム配りますか。あ、虫いる。虫、虫9月25日、あら、まだまだだな。まあいいよ、どこら辺に。とりあえずよかった。11時40分下校。うちら行くのは10時開始だから1時間40分じゃん。本当にすぐ終わるよ。よかったね。うん、でもおしっこ行かなくても良さそうな感じだ。私運動会大嫌いだけど1時間40分じゃん。よかったね。うん、あ、今ある意味コロナに感じてる。最初あるんだろ、ある意味コロナに感じてる。1年生の時大雨だったんだっけ。うん、2年生が、あ、1年生の通で、あの体育館でお弁当食べたっけね。そうそう、で2年生の時も大雨だったっけ。で、あの、ね、そうだっけ。あ、
2年生あまり記憶にないや、うん、3年生の時はあっちでしょ、うん、学校移動して2年生の時どうだったっけね。写真載ってんじゃない写真、うん、まあ見れば分かる。年長さんも雨の中の運動会、うん、それはね母入院中でしょ、うん、知ってる知ってる。で、1年生も雨の中の運動会。2年生も記憶があまりないよ。2年生も雨の中の運動会だったら、雨ではなかったんだけど。なんだもんもなんかあの全身のあのつなぎみたいな着てよち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 歩き回ってたの。でも雨は降ってなかったよ。先に帰ったんだ、多分。もう限界だって。父だけ残ってもらって3人連れて帰ったんじゃないかな、うん、何帰ったの。先に家に帰ったんじゃないかな。午後はみんなでご飯食べたら、まあ無理だね。ねえねえ母、うん、これね、その1年生だっけ、うん、の時にさ黒字来てたよね。で2年生だっけ。いやそれがちょっと曖昧なんだけど1年生の時で、めっちゃすごい雨降った時で、雨降った時に2年生来てて2年生の時は来たけど、そうだったんだ。夏だからね、うん、すごい、うん、疲れてね、うん、寒い夏休みを歌ってた。寒い夏休みを昨日かまあ、じゃあ、この時に出てきてくるでしょ。ちっちゃいか、うん、ごめんね。いやこれ見ても全然意味わかんないじゃないの。おばあちゃんとって来なかったじゃん。なんかもう小学校の時もうさ、母はさ、あの夏休みとか冬休みで 3回もらったんもらったんだよね。常に見れば2回と通知表を3回もらったんだけど、やっぱそれもらったさ ABC だったから、なんか B とか C が多いとなんかなって感じで、親に見せるのもちょっとドキドキって感じで、自分がもらうのもドキドキしてたけどさ、未来のやつなんてさ、薬だからもう一個、はい、未来のやつなんてさ、なんか良い、大変良い、大変良い、良い、もう少しもう少しでしょ。なんか別に見てもさ、なんか別に何でもいいんだよね。全然評価が気にならないっていうかさ、すいません。じゃあもしたら全部 A だったら A とかじゃないでしょ、うんうん、だってこれ見た感じさ、大変良いじゃなくてもう良いでいいって感じ。良いでもうその学習の目標達成、あ目標に達成している。意味わかんねえんだけど、良いでもだから達成してるのさ、学校のレベルでは、うん、で大変良いだったらもうさらにすごいけど、良いで十分だし、まあ、もう少しはまああと少しで到達するだよ。その下ないし、あと少しじゃなくてすっごい全然到達しない人とかもさ、全員もう少しってことでしょ。もう少しの下ないんでしょ。確かに。あ、それでも丸つかない人いるかな、もう少しの下。ちょっとそれわかんない。未来そういうことはなかったけど、今までに、うん、もう少しにも丸ないことはなかったけど、だからなんか別になんかさ、もう少しがあったからって、あ未来ダメだなとか別に思わないし、熱だったら別に熱だって気にしてないし。そうでしょ、別になんかそんなに気にならないでしょ、うん、なんかね、評価全然。あ、やった、じゃないわ。良いともう少しがいっぱいある。もう少しじゃないわ、うん、良いと大変良いがいっぱいあるって。なんかそんなに見るとドキドキ感もないし、どうでもいいんだから、ダメで、ふりかけかなんか醤油かけるかなんか、国語は全部大変良いだって、うん、確かに。まあ大変良いが多かったらあれだけどさ、うん、もう少しみたいなのがあったからって、かけてくれるようなの。鮭を乗せてさ、醤油かけたら、ほら、鮭乗せて醤油乗せるんだって。醤油乗せる、めっちゃ、さきちゃんします。醤油かかってないんじゃない、味しないんじゃない、うん、めっちゃうまい、うん、めっちゃうまいって。鮭ご飯だと、めっちゃ食べない。鮭ご飯だよ。ほら、鮭丼ぶり美味しそう。未来作ってくれてんの。そこの上に醤油ちゃってかけたら美味しいよ。最高、最強だよ、最強。飲みたいよ。ダメだよ、飲んだら。そういうのなら死んじゃうよ。もちお魚、もちゃんもご飯乗せたら、ナナみたいに鮭丼ぶり醤油いいよ。それでさらにご飯にお魚乗せて、ほら見て、もちゃんナナの見て、ほら美味しそう、鮭丼ぶり。はい、鮭丼ぶり出来上がり。ママ、バイバイ。あ、ナナいらっしゃいな。入れてんの。シャット。シャットね、シャット。
いいんじゃない、おいしそう、鮭丼。めっちゃ美味しそうだよ。見えなかった。お茶かけすぎてない、大丈夫。もうおしまいにしないよ、そろそろね。うまいね、ナナ。うん、うまいよ、絶対。それパクパク食べる。うまい。絶対これ美味しいって。うん、私すごい好きなんだよ。あ、もう20分過ぎている。でも未来の手紙見てたら時間が経ってた。ということでね、そろそろごちそうさましないとだわ。今日さ、うん、あこれサラダでね、これちょっと一つ食べたの。僕さ、え、サラダと一緒に、サラダがね、すごい嫌だったんだけど今日も食べた、全部サラダは嫌だった。小松菜のサラダ、うん、あ、はあ、これゆっくり食べるから、うん、なんだっけ、待って、ナナはなんだって、コーンと小松菜のサラダ、うん、ナナ何が美味しくないって、魚、魚美味しくないって、魚すっごい美味しいし、めっちゃ食べたい、うん、ご飯食べたい、食べたい人、はい、レオ焼いてるやつだよ、ナナは食べたくないの、ね、食べたい、食べたいの、食べたくないの、じゃあナナ決まったら仲間外れだ、もう入ってあげてね、早く、あ、ごちそうさまです、だっていつひっくり返るやな。